大体10ぐらいとか。めんどくさい。シンギングのさ、これ何？めっちゃおもろい、これ。シングシングにしてあげればよかったのに。3つやな。ガリレオな。10分でわかるリリカルシャトリエ。プレイングとか、シンギング。シンギングのさ、これ何？めっちゃおもろい、これ。こいつだけなんかはぶれてる感じが。シングシングにしてあげればよかったのに。シングスって単語だったらいい感じになったのにね。かわいそうや。あるいは、私はあれを覚えたんですよ。元素記号書けるかな。ちょっと自信ないけど、ちょっと大丈夫かな。ちょ応援して。うちが元素記号書けたらすごいって言って。まず水素、ヘリウム、ヘリウム。ちょっと待って。水素、ヘリウム。リチウム、ベリリウム。何やったっけ？あともう一個ここにあるね。AL だっけ？アルミニウムだ。アルミニウム。水素、ヘリウム、リチウム、ベリリウム、ホウ素、炭素、窒素、酸素、フッ素、ネオン、ナトリウム、マグネシウム、アルミニウム、ケイ素、リン、イオ、塩素、アルゴン、カリウム、カルシウム。かけた。かけました。かけましたよ。かけましたよ、皆さん。偉いねー。めちゃくちゃ時間かかっとったけど。かけた。偉いねー。すごいねー。めっちゃ偉いねー。天才やねー。本当に天才や。y イコール2分の 1gt 事乗になるから、かける 1.5 の事乗。つまり、あー、大変や。15×15 が225だから、 2.25× だいたい10ぐらいとか。めんどくさい。2分の1やから、電卓使っちゃダメですか。電卓使っていいですか。 9.8 11.025 らしいので、まあ大体11メートルぐらいですよ。連立方程式って何？連立方程式解けんのかな。普通に連立方程式が解けるかわからん。連立不等式が存在して、 2x-12 プラス6、プラスじゃねえ、マイナス。つまり、2-3-8 ってなんや、プラス9か、マイナス 9x ダイナリイコール、ダイナリイコール、こっちになるんかな。2、こっちを丸にとして、11x 小大なりマイナス44、一つ目の式が x 小なりイコール2、もう一個の式が x 大なりマイナス4。これ大きい方から書くのが正解。2大なりイコール x、 つまり2から14の間になるってことやな。っていう感じで連立方程式を解くらしい。さらに絶対値が出てくる方程式、不等式、絶対値。本日のお勉強はここで終わりです。皆さんまた明日お会いしましょう。おつるしょー。ありがとうございました。おやすみ。草むらで、おー。
る。どうだ。おー強い。やっぱ天才かもしれない。なるほど、お前すごいかもな。いや、気づいちゃった？うちのうちの天才プレイング見とれちゃったね、テレ君ね。あ、ちょっと違うものを投げそうになってる。違うものを投げそうになってる。ちょっと、違う